皆さんこんにちは、ボンジュールバンドリー笹岡です。今日は2022年春夏の展示会、まあ私も内見会なんですけど、そこに今回ビームスのブリッダーペルギルクストの武藤さんと加藤さんが展示会に来ていただいて、小林さんも一緒に同行していただいて、はい、ちょっと新しい動画の撮影をさせていただいてます。で、小林さん、ちょっと今回新しい、いいんですか、告知しちゃってもいいんですか。よろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ビームス YouTube のビームステレビというもので、新しい新シリーズを撮ってまして、その名もドームトーネのベルノベルノ、ビームス1の破天荒と呼ばれている武藤さんに密着するという動画でございますので、放送事故ギリギリを狙っております。なるほど、そうなんですね。はい、本当今改めて初めて聞きました。そうですよね。よろしくお願いします。ドームトーネですか。ドームトーネです。ドームトーネです。ものすごい EV 作ってるんですよ。めちゃめちゃかっこいいやつ作ってるので、はい、はい、ぜひご覧ください。なんかワクワクしますね。武藤さんに来春夏のサンプルをちょっと見ていただいて、まあ、今年実績のあるこの辺のシリーズのちょっとこう新しいバージョンですとか、ちょっと来年用の企画として新しいテーマで武藤さんの方からこう投げていただいて、うちの方で企画をするという流れで、また今年もなんとか商売がつながって、ありがとうございます。実際今年の SS、はい、本社でから仕入れて展開したものっていうのは、はい、ほぼ 100% に近くプロパーで売れてるんですよ。はい、すごい。だからやっぱり好きなお客様って結構いらっしゃると思うので、ね、はい、まあ、今後も末永くよろしくお願いします。ありがとうございます。オルテガ柄のベストとか、90% 以上ってすごいな。佐藤さん泣いてるじゃないですか。いやいや、本当にもう、まあ我々もやっぱりね、売れてなんぼですから、やっぱりね、商品納品してなんぼですではなくて、やっぱり売れて継続っていう、本当に安心しました。ありがとうございます。ありがとうございます。概要欄に先ほどの武藤さんの新しいビームさんのチャンネルを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。